嬉しい嬉しい、休憩所が来ましたね。あら早いですね、もうツツジが咲いてるんですね。こちらに行くとですね、門仙ゴケの自生地っていうところに、行くみたいですが、ちょっと奥目指してるのは夕日の塔ということで、こっちにね曲がりたいと思います。雲だし、もう雲の巣あるし、ないと、おいしょ、いや、あ、なんか、うわ、こう夕日のトーンとね、もう一回ツイスター、あの朝日の塔っていうのもあるんですけどね。新宝ふれあいの森というところに来て来ました、多目的保安林総合整備事業の一つということなんですね。でちょっとね、場所がね非常に分かりにくかったですね。案内表示はあったんですけれどもね。御岳城址が公園になった新宝ふれあいの森は権現山にあたります。お城は別名霧隠れ城とも呼ばれ、白い大蛇が敵軍からの攻撃に対してお城を霧で隠して守ったことからその名がついたと考えられています。小鳥のさえずりを BGM に森を散策すれば、伝説と自然が織りなす森の神秘に出会えそうです。また森林浴を楽しみながらの森林浴はこの上ない爽快感が全身を潤します。神社かな、裏の方から入ると本殿があるみたいですね。ここはですね、もともとですね、御岳城というね、お城が建っていたっていう、まあ、山だったみたいなんですよね。ですからこれもしかするとお城の石なんですかね。でここが案外お堀だったりするんですかね、うん、なんかそんなような感じがしますね。で目の前には川が流れてますね。ここからどこに行けばいいんでしょうかね。こっちに行ってみましょうかね。元北基地に戻ってきてですね、今度ちょっと右側の方にちょっと行ってみましょうかね。また階段ですね。なんかじわじわと汗かきますけどね。でも本当に住宅地の近くにですね、こういう森林があると本当に朝ね、天気のいい日は
運動がてら散歩するには本当にいいところではないでしょうかね。で、御岳の森と比べてですね、地面がね、なんかこうおがくずのようなふわふわしたような地面になっているので、非常に歩きにくさは感じにくい、感じにくいですね。はい、こういうことでですね、蟹郡御岳町の公園を回ってきました。3つの公園ですね。本当に原っぱのようにですね、まあ自然が本当に分かりやすい、公園であったのかなというふうに思います。またですね、一つ一つのスポットがですね、広い敷地内にですね、距離を置いて設置されている、まあ見られるということですので、非常にですね、天気のいい日はですね、リラックスしてゆっくりと時間が、過ごせることができるのではないのかなというふうに思います。まあ、国道21号線沿いからですね、ちょっと入ったところですねに、ありますし、まあ、案内表示もですね、辿っていただければ、わかると思いますのでですね、ぜひ、蟹郡御岳町に来られる際はですね、ぜひこちらの公園ですね、まあ、家族連れでとか、また、カップルでですね、行ってみるのもどうかなというふうに思います。はい、ということで今日は蟹郡御岳町の公園を回ってきました。それでは、このですね、名鉄ひろみ線のですね、御岳駅はですね、昔はですね、特急や急行列車がですね、犬山や名古屋方面、中部国際空港までですね、運行する、まあ、発車駅でもあったんですよね。ですがですね、2008年のダイヤ改正によってですね、新蟹駅までの普通列車のワンマン列車運行という形でですね、今ね、この風にあるんですけれどもね、ここにはですね、足湯スペースがあるみたいなんですけども、利用時間は午前の9時から午後5時までみたいですね。今日雨やったしな、おじさんもね、今日雨でね、大変やったやつじゃあね、じゃあね、じゃあね、行くでね、行くでね。よいしょ。見逃し見事。はい、またね。